ちょっと聞いていいか、今現在の日本の軍事力ってどれくらいなんだ。戦闘機や潜水艦の性能や次世代機なんかの話題はよく聞くんだが、いくら最新鋭の機体や船体を保有していても、数が少なければあんまり強くはないよな。確かにね、日本は世界一の軍事大国アメリカと同盟国でもあるし、開発力や技術力でも、世界には引けは取ってないと思うんだよね。でもここの軍事兵器は強くても、いざ有事になった時に数の力でゴリ押しされたらきついよね。戦闘機の保有数なんかは他国と比べてどうなんだろうね。うんうん、良いところに目をつけたね。確かに日本の自衛隊が保有している軍用機の保有数も気になるところだよね。もちろん日本が保有している軍用機は空でも海でも陸でも性能だけで見ると、世界でもトップクラスだと思うよ。ただ日本はあくまでも軍隊ではなく自衛隊で専守防衛を掲げている国だから、あからさまに、軍事兵器をバンバン開発したり、購入したりすることは難しいよね。でもよ、いくら防衛が目的だったとしても、せめて数の力でゴリ押しされるようなヘロい軍用機の数では、ちょっと心配だぜ。毎年年末の時期になると、各国の軍事ジャーナリストたちがランキングなんかを発表したりするよね。あの情報は結構信用できる情報なんでしょ？そのランキングを見ていけば、今の日本の自衛隊の強さがわかるんじゃないの？よく知ってるじゃないか。イギリスのフライトインターナショナル誌の毎年恒例になっている世界各国の航空兵力、航空機数のランキングを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。毎年恒例になっているイギリスのフライトインターナショナル紙の世界各国の航空兵力、航空機数の2020年度版の結果を見ていこうか。フライトインターナショナルとは、航空宇宙に焦点を当てた月刊誌で、イギリスで発行されていて、1909年に創刊された世界最古の航空ニュース雑誌なんだ。その雑誌のランキングによると、1位は全世界の人たちがわかるよね、アメリカだね。2位はロシア、3位中国、ここまでは皆さんの予想通りだよね。4位はインド、5位韓国、6位日本、7位パキスタン、8位フランス、9位トルコ、10位エジプト。これが現在の世界のトップ10だね。確かに3位までは誰もが予想した結果だったよな。でも4位から10位は結構意外な結果だったぜ。あれ？日本は韓国よりも下なんだね。なんかちょっと悔しい。このランキングはアメリカのグローバルファイアーパワーの2020年のランキングと同じ順位なので信頼できるデータだと思うよ。フライトインターナショナル誌によると、現在世界で最も普及している戦闘機はアメリカの F-16 戦闘機で2267機、次がロシアのスホイ2730で1057機、次が F-15 の956機なんだ。アメリカの同盟国を中心とした西側諸国でバックオーダーまで合わせると5000機以上の生産数になると言われている F-35 ライトニング戦闘機はまだここでは10位以内には入っていないんだよね。10位に入っているのはロシアのスホイ24の389機なんだけど、もちろんこれは収益中、現役稼働中の機体数のカウントだから、今後数年後には F-35 ライトニングもトップ10入りしてくることは間違いないんだけどね。10年も経てば F-35 ライトニングがトップ3入りは確実だろうな。現在1位の F-16 戦闘機は最新型の類型の受注が小国を中心に好調らしいからな。しばらくの間は F-16 戦闘機が首位を譲らないんじゃないかな。軍事費に費用をどんどんぶち込める国が限られてるからな。小国では最新で高額な F-35 戦闘機よりもF-16 の方が好まれるってことだな。それじゃあアメリカのグローバルファイアーパワーの2020年の詳細なランキングを見ていこうか。グローバルファイアーパワーはアメリカの軍事情報サイトのことだよ。当然アメリカの1位は揺るぎないよね。その内訳は総数は 13,624機で、戦闘機 2,085機、攻撃爆撃機715機、輸送機は945機を保有しているんだ。戦闘機2085機は思ったほど多くないんだな。確かに少し少ないような印象は受けるけど、現役戦闘機最強の呼び声高い F-22 ラプターを保有してるからね。なるほど、そういうことだな。2位のロシアの総数は4163機で、戦闘機873機、攻撃爆撃機742機、輸送機424機で全体ではアメリカの3分の1程度にしか見えないけど、攻撃爆撃機では上回っているから、何か戦略上の考えがあるんだろうね。総数だけ見るとアメリカってやっぱり飛び抜けてるんだね。2位とも圧倒的な差だね。3位の中国は総数3210機で、戦闘機1232機、攻撃爆撃機371機、輸送機224機だね。
すでに戦闘機の数では2位のロシアを上回っているんだよね。おそらくすぐに中国は総数でもロシアを上回り、2位に浮上してくるだろうね。中国とロシアは接戦だね。でも今の勢いなら中国がすぐに追い越しそうだね。4位はインドだね。総数2123機で、戦闘機538機、攻撃爆撃機172機、輸送機250機になってるよ。インドも最近は軍事にかなり力を入れているから、これからも拡大傾向が見られるよ。5位は韓国だね。総数が1649機、戦闘機414機、攻撃爆撃機71機、輸送機41機。やっぱり北朝鮮と対峙することを考えて、航空戦力の増強に力を入れているみたいだね。韓国の5位は意外といえば意外だが、あのイカれた国家の隣で一番危機感感じてるからな。野党といえば野党なのか。そして、6位が我が国日本だね。総数1561機、戦闘機279機、攻撃爆撃機12機、輸送機60機となってるよ。日本は専守防衛の方針で編成されてるから、攻撃爆撃機の数は極端に少なくなってきてるよね。それなのよな、他国に攻め込むということを考えない編成ってことだな。ところでよ、このランキングでやっぱり意外なのは、ヨーロッパの主要国が上位にランクインしていないってことだよ。フランス、イタリア、イギリスあたりが入ってないんよな。8位になんとかフランスがランクインしてるけど、旧ソ連の崩壊で軍縮が進んだということだろうね。でもさ、このランキングを見ると上位にいる国が日本の周辺国ばっかりだよね。それも日本より上位ばかりだしね。そうだね。仮想敵国であるロシア、中国があるからね。そして、一応準同盟国の韓国も、日本を上回る戦力だから気が気じゃないよね。アメリカ抜きでは厳しいのが現実かな。特に中国なんかは日本の倍以上の航空機を保有してて、さらに年々増強していて、戦闘機の数では4倍以上の数を保有していて軍力の差は開いてきてるからね。相対的に見て日本の地位は低下していってるのが伺えるね。なら救いは質の差ってことか。最新鋭の F-35 ライトニングを、アメリカに次ぐ数の150機近くまで増やす計画が進んでいるんだよな。まあ、それでも不安は消せないよね。中国やロシアは中長距離の巡航ミサイルの配備を進めていて、これは航空自衛隊の戦闘機の射程距離外から、日本を攻撃することが可能な状態ってことだからね。怖いこと言わないでよ。航空自衛隊でもこうした状況を打破するために、戦闘機に搭載する兵装の長距離化を進めているんだけど、政治的に専守防衛の観点から敵地を攻撃する能力は必要ないって反対意見が出てるらしいんだよね。仮想敵国に周囲を固められてるような状態でそんなこと言ってる場合じゃないよな。攻撃目的というよりも、抑止力、牽制という意味でも必要なんじゃないか。そうだね。日本政府はあくまでも自衛隊が掲げる専守防衛の枠に収まる範囲だと主張してるんだけどね。そろそろ綺麗事抜きに国土の防衛に関して議論するべきなんじゃないかな。日本から他国に攻撃を仕掛けることはありません。周辺国の皆さん、あなたたちも日本に攻撃をするようなことは絶対にやめてください。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。